ポラリスの2をもう自分は完璧だって思ってるんですけど、ヒラさんとね対立してダメです。そんなアマちゃんではどうする。これヒラさんめっちゃ喜びながら動画見てるかもしれないよ。私には手に取るように分かるわけだ。あなたの弱点が。8月14日ですね、生配信やりますので、おばたの勉強配信でございます。さて始まりました、おじいちゃんです。さあ今回ははい、おばあぜや、どうもおばたです。おばあぜやなの、おばたぜやなの、何なの、もう決まってない。そう、こっちはさテロップ書かなきゃいけないから決めて。まあ、おばあぜやで、オーバーデアみたいになっちゃうの、そっちみたいな。そんなオーバーデアな人なんですけども、ヒラさんとね対立していろいろやってね、もう参考書これやるあれやる、嫌ですとか言うし、本当にさ、もう嫌ですとか言うなよ。そんなおばたのりさんの、まあ、対立箇所が何個もあったんですけど、それぞれの教科にあったんですが、まあ、私英語ですので、その英語の方を見ていきたいと思って、ポラリスの2をもう自分は完璧だと思って、ね、思ってるんですけど、そう、はい、まあじゃあこれをクリアして次のレベルに行きたいってことなんね。そういうことですね。何週ぐらいした？4週5週は。おお、なるほど。でちゃんと分かんないところに印をつけたりとかしてるわけですね。はい。ってことは俺がこれをチェックすればいいってことだよね、つまりはね。そういうことですね。はい。じゃああれか、あのあいつみたいに宮武くん、あ、そうそうそう、宮武にやったような感じでやればいいってことなのかな。もうどこ聞かれてもいけるということですね、うん、多分ね。これ見るとさ、正女系が苦手なの。あ、それは苦手です。そうね、やっぱ正常に印がいっぱいついてんな。じゃあ分かった、やるか。いい問題ちゃんと選ぼうと思いますんで。あ、ちなみに文法はこれが得意でこれが苦手とか単元的にはある？いや、今はないですね、もう。よし、では行きましょう。これだな。よし、はい。え、普通に2じゃないですか。あ、まず、ちょっと待って、それ2ですね、2ですね。なんでそんな重要、完璧だって言ったのに。2ですね。なぜですか？これが、for last two weeks、だから、先週、2週間前からっていう、ずっと壊れてるっていう意味で、現在完了2かなって思いました。それでいいんですか？ 2 週間前から？ 2 週間、ん？ for the last 2週間前からじゃないんですかね。だ、for the last ってどういう意味ですか？ 2 週間前。え、前からじゃないですか。あ、最近2週間、うん、まあそういうことですよ。ここ2週間って言うんですかね、これね。まあそうです。ここ、まあね、大学入試は過去2週間って訳されることが多いと思いますけど、なんでこれが問われやすいかは知ってますか？それは分かんないですね。問われやすいか、過去完了とか選んじゃうからですかね。まあ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 、言うてら見てないのもよく分かるけど、ラストがついてるから過去の表現につられやすくなるよ。ここにはラストとかパストが入るわけですよ。で、for the last, for the past とか over the last, over the past って入るんだけど、でも現在完了を選ばなきゃいけないっていうのでよく狙われるので、気をつけなきゃいけません。過去2週間って書いてあるじゃん、ちゃんと。ほら、すいません、我々あれもう1問目から説明できてないんですけど。いや、なんかまあ同じようなもんじゃないかと。ちょっとダメです。そんなアマちゃんでは現象としては同じかもしれないけど、だって継続の4だからね。からってやったらさ、シンスの話になっちゃうから。はい、じゃあこっち次。苦手な場所、うん、ちょっと待ってください。あれおかしいな、これ東に報告ですよ。ダメでした。いいんですか、それ。あれ、なんでだろう。1じゃないかな。1、なぜですか？まず時制的に、時制的にって言っちゃあれだけど、象とあの時制がちょっと過去だと合わないので、それでだから現在完了かなって思って、現在形だと意味が私が合わなかったなんか期間になって、しかも it が指すかも、 it が何指すかも分かんなくなっちゃうから、うんうんうん、it has been 年月でそういう意味かなっていう。 it has been 年月。まあ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 。で、意味はじゃあ、私は日本に住んでて、恵子はオーストラリアに住んでて、会うのが待ちきれなかったんだけど、なんで話は過去になっちゃったんだよ。違う、って以来なんか 年月みたいな、エイジですか、ん、年月みたいな、うん、おかしいじゃん日本語として。年月なんかったっていうの、なんか長い間みたいな、そういう、そうです、長いってことが大事です。年月って分かんないじゃん、長いのか長くないのか。ああ、確かに。歴史得意でしょ。すごく時間が経ったってことですよ。うん、そういうことですね。からめっちゃ時間が経ちましたっていう表現になりますね。ではこれはまあよく時間表現プラスパスっていうのと、It is, it has been 時間っていうのでよく狙われるやつですね。はい、もう長らく会っていませんでした。What is, ああ、そっか、これだ。A and B。これ、そう、なんか何回もやったけど覚えられなくて。A やら B やらでっていう表現ですね。はい。この辺のこともきちんと押さえておかなければいけません。はい。見たことないのに、長文だったら出てくることあるよ、この What is A&B。あ、あります、あります。どうする？これ、ヒラさんめっちゃ喜びながら動画見てるかもしれないよ。ほら、見たことか。はい、では行きます。まあ、これか。いわゆる。はい。3ですね。
で be used to ing っていう典型的な形で、あの1だとその住むためになんか一人で住むために彼は扱われたみたいな意味わかんない、いるだね、うん、そう、うん、意味わからない文章になっちゃって、うん、で is used の後にちょっと ing っていうのはちょっと形的に通らないかなっていう、うんうんうん、でリブドもちょっとユーストとなんかリブドが並んじゃっておかしいから、うんうん、はい、ユーストと ING で一人で住むことに慣れてるみたいな、はい、だ意味はフランクは50年ここ50年住んでいて、だから50年住んでいてじゃないでしょ、ちゃんと見て、え適当な解釈は許しません。 えフランクが一人で50年住んでいて、そんなに変な日本語にすんの？一人で50年住んでいてっていうの。ああ、50年一人暮らししていて。ああ、まあまあそうですね。だから、なんか、一人で住むのに慣れてますよみたいな。そう、そういうことです。はい。はい、じゃあ次。1位ですね。はい、一体何ですか？これは、その、to 不定詞と、あの、ing 両方取れる動詞で、それで意味の区別が問われてて、はい、でテイキングを選んでしまうと、うん、なんか、過去の意味になって、そのビタミンピールを、その、ビタミン剤をなんか飲んだことを1日につき、なんか食後に3回そのビタミン剤をなんか飲んだことを忘れるのはなんかむず、覚えておくのはなんか難しいみたいな、うん、そういう意味になっちゃいますね。そう、はい、まあ、だからその覚えておくのが難しい、あれだ、飲むのを覚えておくのが難しいみたいな意味にした方が自然だから to take だなっていう、まあ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 、そういうことですね、はい、飯食った後に1日3回そのビタミン剤を取るっていうのを覚えとくのがむずいよね、また忘れちゃうことあるよねって言った。正語問題とかもあるじゃん、決めようか。じゃあ、はい、正語ね、あ、be opposed to の形にするみたいな、うん、はい、これはもう形丸暗記だから特になんでとかいうのはないですけど、別の直し方もありますね。was opposed to his proposal にしなくちゃ、もう一個直し方ありますね。もう一個、そうそう、だって相手は早稲田だから、俺は早稲田レベルの知識まで聞くからね、当然当たり前だけど、いやそんなんじゃ全然足らないから早稲田には。さっきねカットしちゃってますけどね、さっきもすごい長く教えましたから早稲田レベルの知識をこの参考書の範囲をぶち抜いちゃってたのでちょっとカットしましたけど、はい、早稲田レベルまで、社学のレベルまで教えるからまだダメっすよ。あれですかね、プロポーサルをプロポージングにして、なんでそっち変えちゃうんだよ違うよ、オポーズドにする方法がありますね。ワーズを取っ払うっていう方法があります、ね、ああ、オポーズドとか Everybody opposed his proposal でもいいですね。へー、ああ確かに、オポーズをちゃんと他動詞として使えばそれだけ、だから be opposed to にする方法もあるけど、わざを取っ払うっていう方法もある。確かに、でも確かにって知らないだろう、知らなかったもうこんなのは、ちなみに全然あの早稲田レベルのものでもないです。え、あ、意味が同じになるんだ、受動態とあれで。そうです、そういうレベルのことも覚えておかないといけません、うん、はいはいはい、この314とか確かに、はいはい、3ですかね。何ですか、完了形だとその、マストハブハドだとちょっと、それはなんか変な感じ、なんかハドもおかしいし、で、そしてなんか比べる姿勢もないし、ここ現在形だそもそもみたいな、になって、それでいいのかい？ん？で、it must be だとちょっと it が指すもの不明だし、to be でこれを形式してくるに取ったとしてもちょっとなんか後ろに全然SVC 取るから全然繋がらないし、うん、なるほどね、まだまだでもサササッといけないんだね。1がダメだったら2もダメじゃん、自動的に同じ構造なんだから。あ、そっか、シムス、あ、そっか。でもあとは4の説明もおかしいよね、もうちょっとちゃんと、もうちょっと、うん、でもハブハドあったはずだみたいな、今住んでるのにあったはずだとちょっと あったに違いないんでなっちゃうとちょっとおかしいなっていうのは、いや、いかにまだ弱いかっていうのがよくわかりますね、はい、だからまだまだ私には手に取るようにわかるわけだから、あなたの弱点がすぐに、だから答えられないと思ってないから、最初から多分問題は全部解いてるし、やったことあるから記憶にはあるだろうと思ってるから間違えるとは思ってない。でも見て、ああ、これ説明できないだろうなっていうのはパッと見てすぐわかるから。え、でも現在形とそんなとこ関係ないから、え現在形がどうたらとかそんなところに目はいかないよ全然。だってthereがあってmust have had でしょ、この時点でおかしいじゃん、意味わかりますか、thereですよ、thereが来て must have had だ、
こういう余分なものが足されると見えなくなっちゃう。SVO になってる。なんかその、まあ、デアは一応、主語にならないですね。一応、なりませんね。ということは、後ろには主語になる名詞が来るっていうので、動詞の部分には B 動詞的なやつが来ないといけない。まあ、他にも自動詞がね、リブが来たりとか、リメインが来たりとかっていうのはあり得るわけですけど、だから、HAD っていうのが来てるから、つまりはハブなわけでしょ。うん、ゼアハブ何々なんかないでしょそもそも。確かに存在してない形だから、だからそこに気づかないといけない。だから何がこの受験生たち苦手かっていうと、だから普通にゼアハブだったらおかしい、ゼアハズだったらおかしいって見抜ける。でもマスト入れてハブ入れれば、ほら助動詞足すハブって入れて過去分詞にしておくだけで見えなくなっちゃうんですよ、すごい簡単なことが。これがまあ慶応はそれを狙ってるわけですけど、そういう力、そこを見抜ける力っていうのが大事で、一体コアな部分っていうのは一体何を求めてんだこいつはっていうのを見抜く力っていうのが大事になるわけですね。で私は煙巻くっていうんですけど、だから There is a lot of noise とか There is noise だったらめちゃめちゃ簡単なわけです。でそこに There must be っていうふうにくっつけることによって難しくするっていうのがこの技なわけです。 A lot of noise、 A lot of をくっつけることによって長くなる、長くなる、修飾要素がくっつけばくっつくほど難しく見えちゃう。でこのハブっていうのが狙ってるのは、まあ、マストハブってやると長くなって分かりづらくなるし、さらにシンスがついてるから完了形との相性のいい単語だって言ってガッていっちゃう人を引っ掛けるためのものですね。で俺はその問題を見て一瞬でそれが見えるわけ。出題者が何を狙って引っ掛けようとしてるかも見えるし、どういうつもりでこの選択肢が作られてるかっていうのが手に取るように分かるわけです、はい、でそんなの受験生にはいらないじゃんって思うかもしれないですけど、俺はいつも言うんですけど早稲田や慶応はレベルが違うんで、早稲田の問題を解くっていう人は教えてる人たちができなきゃいけないから、この世の中で。なのでそのレベルを求めるんですよ。とか全然違う、早稲校の文法出てますそうだった、これ CM してって言われたら全然してなかった、はい、まあやってるわけですけど、早稲校のやつとか。そうだから相当レベルの高い話をするわけで、もこういうのはもうできてる前提として話が進んじゃうんで、それが早慶の戦いなので、はい、相当難しいものになっているんですね。はい、なんでこういうのに瞬時に気づける力ですねを養成していくということです。はい、ということでやり直しということでよろしいですか。いやでも先へ進めないっていうことでよろしいですか。でもマストビーしかありえないから。でもそういうのじゃダメなんだ。まあまあまあ分かるよ、分かるんだけど、そんな間違える選択肢なんか説明できなくていいとかって言ってますけど、まあまあそれはね一理あるんだけど、早慶のレベルじゃね全然違うんだよ。正語にも生かされるし、そうそう、基本的には早慶で喋るとき正語も意識しながら喋るから。そうだから社学を基本的にあなたの場合意識して俺は喋んないといけないので、だから全く違います。あの普通のマーチレベルとかの話とは別次元の話で私は喋んないといけないので、こんな感じで勉強の質を高めるというか、まあ、早慶レベルの説明をぜひ頑張ってやってもらいたいと思います、はい、8月14日ですね、生配信やりますので、おばたんの勉強配信でございます。おばたん10時間ぐらいかな、だから10時っていける、朝起きれるよね。あ、全然大丈夫です、それは。だから10時8時ぐらいを目標にやろうかなと思っておりますので、はい、ぜひ皆様朝から見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひ来てください。何やろうかな、英語かな。